ジェローム・ロビンズ・ジェローム・ロビンズはアメリカ合衆国のバレエダンス振付や演出家、映画監督。1918年10月11日にニューヨーク・マンハッタンで生まれる。フレッド・アステアに憧れてダンサーを志し、アントニー・チューダーにダンスをエリア・火山に演劇を学ぶ。1940年アメリカン・バレエシアターでソリストとして踊る。1944年バレエ。 ファンシーフリーで振付家としてデビューするや一役、脚光を浴びる。ファンシーフリーは、オンザタウンとして、ミュージカル化、踊る大ニューヨークとして映画化された。1949年にニューヨーク式バレエ団の副バレエマスターに就任。折、ボクシンの午後など多くの作品を振り付ける。同時に、ブロードウェイでも仕事を始め、王様と私、ウエストサイドストーリー。 屋根の上のバイオリン弾きなど多くのヒット作品を手掛け、トニー賞を受賞している。1961年に、ウエストサイドストーリーが映画化された際には、ロバート・ワイズと共に監督を務め、アカデミー賞監督賞多級部門を受賞した。1950年代、米国中に吹き荒れた赤狩りの嵐の標的となった末、かつての同志8人を名指しした密告者であったが、 カイ非米活動委員会に協力したことで、ロビンズの名前は傷ついていない。ジョージ・バランシンの死後ピーター・マーティンズと共にナイクビーのバレエマスターに就任。1998年にニューヨークで死亡した。3年は沈黙を続けたが、バイセクシュアルを暴露すると脅迫されたためである。モンゴメリークリフトと関係があったことが知られる。ありがとうございます。